皆さん、こんにちは。豊かな表現力とジャンプを武器に世界で活躍するフィギュアスケーターの樋口新葉さん。ネット上では可愛いと話題になっており、彼氏がいるのか気になっているファンがいるようです。今回は樋口新葉さんの私生活について調べてみました。調べてみたところ、2023年11月現在、樋口新葉さんに彼氏がいるという情報は見つかりませんでした。樋口新葉さんが過去に熱愛を噂されたお相手を調べてみましたが、残念ながらこちらも情報はありませんでした。まだ22歳と年齢的にとても若いので、まだまだ競技に打ち込んで恋愛どころではないのかもしれません。樋口新葉さんは女子校出身ですし、毎日練習で忙しいので、なかなか出会いもなかったのだと思われます。恋愛がフィギュアスケートに良い効果を与えることもあるでしょう。ただ現時点では彼氏や結婚の噂はないようです。樋口新葉さんは現在彼氏がいないようですが、好きなタイプは明かしているのでしょうか。 SNS やインタビューなどを見てもそのような発言はないようです。ずっとオリンピックを目指して頑張ってきたので、男性のことについて時間を割く暇はなかったのでしょう。しかし情報を公開していないだけで、もしかしたら彼氏がいるかもしれません。同世代のアスリートである池江璃花子さんや平野美宇さんとの女子会は頻繁に開催しているようなので、そちらの方が楽しいのでしょうか。華やかな顔立ちでメイクも上手と評判の樋口新葉さん、綺麗になったという声も多く、彼氏がいるのではという噂はそこから火がついたようです。2022年の北京オリンピックに見事出場し、会心の演技を披露していました。表現力も増しており、これからがますます楽しみです。自分でも負けず嫌いと認めている樋口新葉さん、試合で思うような結果を出せなかった時には帰宅してから荒れてしまうそうです。試合に負けたら家に帰ってからやばいです。もうなんか1時間くらい荒れていて、1回その日は立ち直るけど次の日になったら変になります。この間アジアントロフィーの時にシングルになってしまったジャンプが2つあって、いつもの試合ではありえないことで先生に怒られたし、自分も悔しかったので泣いてしまいましたと述べています。それだけフィギュアスケートに本気ということですが、こんなところも受け止めてくれる優しい彼氏がいいかもしれません。2023年11月15日、グランプリシリーズ第3戦目アンジェで開催されたフランス杯に樋口新葉さんが2年ぶりに出場しました。会場内には日の丸だけではなく、ウェルカムバック若葉と書いてある応援バナーもあり、西洋人の若い女性が日本語でガンバと叫ぶ声も聞こえてきました。フランスの大会はいつも温かい声援が多いので、すごく楽しんで滑れましたし、ミスもあったんですけど、それ以外は思い切り滑れたと思います。ショートプログラム後にそう語った樋口新葉さんの表情は明るい様子でした。樋口新葉さんがフランス杯に戻ってきたのは3位に入賞した2021年グルノーブル大会以来のことでした。そのシーズン念願だった北京オリンピックの代表の座を勝ち取り、個人戦ではショートプログラム、フリーともトリプルアクセルを成功させて総合5位に入賞しました。しかしその1ヶ月後のモンペリエ世界選手権では不調で11位に終わっています。帰国後右足の疲労骨折と診断されました。昨シーズンは9月にロンバルディア杯で9位になった後、残りのシーズンを休養することが発表されました。一番の理由は怪我だったんですけど、オフの間にアイスショーとかたくさん呼んでもらって嬉しかったんですけど、切り替えができないまま次のシーズンに入ってしまうというのが良くなかったので、それは心の疲れかなと思いましたと当時を振り返っています。このままだとやめちゃいそうな感じがあったとも述べました。中学2年で全日本選手権で3位に入り、天才少女と注目されました。以降世界ジュニア選手権でも2度メダルを手にし、シニアでもトップレベルで戦い続けてきました。代表を逃して悔し泣きをした2018年ピョンチャンオリンピックの1ヶ月後、ミラノ世界選手権で銀メダルを獲得します。4年先の北京オリンピックに目標を定めてトリプルアクセルも習得しました。しかしそのツケは疲労骨折という形で体に来たのです。昨年の10月、
11月くらいまではいろんなことを考えられない期間がありました。自分で休もうという話になったというより、周りの人に1回休憩したらと言ってもらえて、スケートが好きになれる状態でお休みしたらとアドバイスをもらった。このままだとスケートやりたくないと思ってやめちゃいそうな感じがあったので、と当時の心境を語ります。続けて、今までずっとスケートやってきたのにもったいないし、周りの人にも申し訳ない気持ちがあった。このままボロボロで適当に流して終わっちゃうよりも、自分で納得してこういうことがしたいと思って滑れた方がやりがいがあると思ったので、と述べ、様々な葛藤があったことを伺わせます。樋口若葉さんは、フランスハイではショートプログラム6位、フリー4位、総合5位となりました。表彰台こそ逃したものの、体もよく動いてジャンプの高さも戻ってきています。今回は練習をここまでしたというのがあったので、それなりの自信で滑ることができた。緊張していても、緊張しているのを受け入れることができました、と語ります。思い切って1年間休養したことで、心も体もリフレッシュできたのだそうです。またスケートに向き合う気持ちにも変化が出てきました。前は本当に結果、もちろん結果も大事なんですけど、自分の今のレベルと、どういう爪痕を残したいとか、どういうことをやったらいいのかなということを考えながら試合に臨んでいるので、ミスをしても今の自分を受け入れる、それをどういう風にしていくという全部経過になっていて、小さいことをあまり気にしなくなったかと思います、としています。休養中にはこれまでやったことのなかったことも試してみたといいます。どんなことが一番楽しかったのでしょうか。学校に行っていろんなスケートに関係ない人たちと話して、全くスケートのことを考えないで過ごす時間が多かったので、そこでやっと普通の学生と同じような勉強だったり話ができたりしたこと、と語ります。また友人とホノルルマラソンにも挑戦したのだと言います。マラソンを走った理由は、自分が落ち込んでいたこともあるし、休んでいた期間に何か変えないとと思っていて、ちょうど4年だったので見える世界が変わることがしたいなと思って練習とかたくさんした。一つのことに向けて頑張るというのは普段の生活ではできないことだったので、これができたら何でもできるなというほどしんどかったです、と笑いながら語っていました。記録を追っていたわけではないので、後半は歩いて7時間かけて完走したそうです。樋口若葉さんは3歳の時に母に勧められてスケートを始めたそうです。母親はもともとフィギュアスケートが大好きで、生まれてくる子にぜひやらせたいと決めていたのだそうです。娘の運動神経の良さが分かったのでしょう。4歳の時にはコーチをつけて本格的にレッスンを始めたというから、すごい英才教育です。この時から明治神宮外苑スケート場に所属していたのでしょう。12歳の時には全日本ノービス大会で優勝しています。中学から日本橋女学館で中高一貫の私立校に通っていた樋口若葉さん、この学校はスケートの強豪校なのだと言います。娘にはスケートに大いに打ち込んでほしいという母親の思いが込められている気がします。樋口若葉さんを一言で言うと、負けず嫌いだそうで、先ほども触れた通り試合に負けた時はかなり荒れてしまうと言います。悔しい思いをするのが大嫌いなのだそうです。ただこれは誰しも持ち合わせている感情でしょう。しかし世界で活躍する選手となると、負けず嫌いな性格なのはごく普通のことで、そこにプラスして飽くなき向上心が存在します。一方で樋口若葉さんはストレートに発言するところがあるので、きついと思う人も多いようです。日本はやんわりとした表現を好む傾向があるので、なおさらそう思うのでしょう。よく本番の舞台には魔物が住んでいると言いますが、いつでも自分の実力を出し切るためにも自分に喝を入れているのかもしれません。樋口若葉選手は今後のフィギュアスケート界を担う期待の星です。樋口若葉さんはその天才的なフィギュアスケートの才能が高く評価されていますが、たびたび強気な発言をしてしまい、生意気、態度悪いと言われてしまうことがあるようです。樋口若葉さんのどんな点が性格が悪そうだと思われるのでしょうか。樋口若葉さんはキム・ヨナ選手に憧れているそうです。過去に X で浅田真央選手には魅力を感じない、キム・ヨナ選手を目標としていると呟いたと噂され、物議を醸しました。
この発言が本当ならかなり問題があると言えます。憧れる選手は人それぞれ違いますが、魅力を感じないと言い切ってしまうのは配慮に欠けていると言わざるを得ません。浅田真央さんは日本でとても人気が高かったため、余計に問題発言として扱われたのでしょう。しかしこのツイートを確認することはできないため、デマではないかと言われています。浅田真央さんとキム・ギョナさんは長らくライバル関係にあったので、キム・ギョナ選手が好きなら浅田真央選手は好きじゃないのかなと一部の人が思い込み、あらぬ噂が立ってしまったのかもしれません。しかしフィギュアスケートファンの中には、樋口若葉さんを心よく思わない人もいるそうです。その原因の一つは、過去にインタビューで天才肌か努力肌かと聞かれた時に、ちょっと練習すれば何でもできるようになるから天才肌と答えました。それが原因で生意気だと思われたのが始まりだったとされています。この言葉だけ聞くとすごく自信家に思えるかもしれません。実際にこの発言がきっかけで、樋口若葉選手は生意気だと感じた人もいるようです。しかし樋口若葉さんとしては、自分が実際にできることを素直に話しただけという可能性もあり、深く考えずに発したということが真相のように感じます。当時は10代前半だったということもあり、自分の発言の意味や影響力に考えが及ばなかったのでしょう。天才肌と言えるほど自分に自信があるのはアスリートとして良いことのように思えますが、発言の仕方によっては生意気とも受け止められかねません。平昌オリンピックへの出場を目指すも、当時代表入りを逃した樋口若葉さん、その結果が相当悔しかったのか、選考会直後の X で倍返しを始めるとコメントしました。この倍返しという言葉に謙虚さが足りないと感じた人もいたようです。しかしオリンピック代表に選ばれなかったという失意の中、自分を奮い立たせるためにあえて強い言葉を選んだという可能性もあります。4年後の2022年、北京オリンピックには見事代表入りを果たし、素晴らしい活躍を見せました。この時の強い思いがあったからこそ、その後の活躍につながっているのではないでしょうか。日本トップクラスの選手として活躍している樋口若葉さんですが、試合で負けるとふてくされる態度も評判を下げる一因になっています。2014年の全日本選手権では、一時はトップにいたものの、その後順位を落としてしまいました。最終的に3位となった樋口若葉さんは、悔しさがにじみ出ている表情でした。心境そのままの表情なのでしょうが、あまりにも露骨な態度に一部の人からは態度が悪いと言われてしまいました。上から目線の発言やふてぶてしい態度によって性格が悪そうと言われている樋口若葉さん、ネットではどのような声が上がっているのでしょうか。ふてぶてしいくらいの堂々とした感じでも可愛いらしい一面もある。若くして全日本表彰台に上がる天才肌でありながらストイック、ジャンパーなのに表現力が高い、エモーショナル。樋口若葉さんのふてぶてしい態度をネガティブに捉える声もあれば、ポジティブに捉える声もあるようです。洗練されて配慮が行き届いているというよりは、人間味あふれる態度や発言が多いと言えます。賛否両論ありますが、それだけ注目されている選手ということでしょう。いかがだったでしょうか。樋口若葉さんは自他ともに認める負けず嫌いな性格ですが、浅田真央さんを批判したり、本田真凜さんと不仲だったりということはありませんでした。キム・ギョナさんのファンで憧れていることは間違いないですが、性格が悪そうということは特にありませんでした。発言や態度に賛否両論がありながらも、オリンピックで活躍するなど着実にステップアップしています。近年野心を秘めていても表に出すことがはばかれる風潮において、まさにアスリートらしい姿勢であることは間違いなく、そういった面を評価するファンもいることは事実だと思われます。今シーズンが本格的に始まりました。スタートダッシュは自身では満足のいく結果だったようですが、これからどのような戦いになっていくのかとても楽しみです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。